純です。今日は八王子城の後、八王子城跡に来ました。で、時間は14時なんですけど、夏鳥探しで、鳥ちゃん探ししていこうと思います。今日は車で来ました。で、駐車場は無料のようですけど、17時までだそうです。で、初めて来たのでちょっとマップを探すところからなんですけど、ちょっと見た感じもう鳥がいる気配がします。あと獣のなんか叫び声が聞こえてきたんで、いろいろな生き物がいるようです。今日はいつもの格好してきてますけどね。で、ガイダンス施設ちょっと行ってみようと思うんですけどね。お城はもうないんですけども、広大な土地のようなので、ちょっと鳥ちゃん探し、スケールの大きな鳥ちゃん探しになりそうです。さあどんな感じでしょうか。綺麗なお水。おお、なかなかいい絵になりそうですね。出ますね。野鳥観察の方も結構いるみたいですよ。石がでかいですよ。これ石結構でかいですよ。泥の後ろは石だと思います。古道古道、敵方の攻撃を防止するために掘削された堀切です。ちょっとやっぱり戦争ごとと絡めると若干そうだってもうそこで終わっちゃって、それ本当にどうやって作ったのとかのそこに至らなくなっちゃう。それが遺構散策の面白さなんですけど、そこの考察を自分で考えるのが面白いみたいなところで、そうするとここの橋のあの下は相当すごいことになってますね。このような石組みがあって、このような角が見えますけどね。ちょっと近づいてみましょうか。獣がいるんですよね。獣を発見してしまった。
野鳥おじさんがいっぱいいる。ここの今私が歩いてる目の前にちょっと獣を見つけてしまったので、この橋を渡ろうと思うんですけど、渡ろうとすると獣とばったり出くわしてしまう。ごめんなさいね、獣。獣ですけどね。なんか人を見ても大丈夫な感じのやつなのか、何これ。行ってしまった。さあ石垣がすごいですね。やっぱり城は本当に石垣。この石垣は土の中に400年間崩れずによく残っていたので、検出したそのままの状態にしてありますとのことです。石垣、この石なら人間の人力で持ち上げたり積んだりできそうかなという印象を受けるんですよ。石の切れ目でバキッと割って、でなんか位置を揃えて積んでったのかなっていう。それで石垣がこうでなかった場合に人力じゃ無理でしょうという精度あるいは加工技術が用いられているという、あるいはその規模、それがあったとすると、時代のその技術の整合性が取れなくなってくる、そういうことが考えられるんですけどね。この石なら、まあどっかから持ってきて整えてということができそうかなと思うんですけど、どうでしょう。この石の下にあるあれは結構大きそうですけどね。大きい石はこの細かい石とはちょっとスケールが違うような気がします。矢倉門跡、結構段の大きい
石です。この登りにくい段ですね。いや、これは運動になるかと思うんですけど、はい、はい、いや、あの小田原城と違ってこちらはシーンとして静かですよ。鳥の鳴き声がさえずりが聞こえてきます。さあ、門のような、これを抜けると広大な場所に到達しました。いや、八王子城の中心とも言える場所、御主殿跡。あ、下に遺構が眠っているそうです。遺構が眠っている。それでこの遺構を掘り起こして探すのもえらい大変です。で、文化財といいますか、建物跡、これらをどんな風になってたんだろうと、こういう考察をする、それはいろんな観点が必要なんだなと思うんですけどね。建物跡に使われている、まあ、あの柱の下に置く石ですかね、それはそんな大きさではない感じがします。ちょっとした石って感じですね。巨石ではないですね。こちらも建物の跡、この石の、まあ、基礎相当のこの石を、この下はどうなっているかよく分かりませんけどね、この石の跡をもってして建物があったんだろうという。ちょっと全然情報もなく来たんですけど、ここはあのバードウォッチャーのものすごい聖地っぽいですね。ここの、あのに訪れているカメラマンの人たちの装備だとか、あの人数を見ますと、塀の跡、あ、これは、横穴だ。それがこのもじゃもじゃの森の奥が、違う、この下にあるんでしょうね。穴があった。この基礎に当たるようなこの石が並んでますね。それで、あのレンガや石の建物、その感じからすると、その基礎に使われていたであろうこの石の精巧さはそれほどな高度なものというふうには感じられないんですね。あ、切った跡ありますよ。あの切った跡を見てみましょうか。池を中心とする庭園以降、水があったんでしょうね。あの完璧なシンメトリーとか、あるいは地下6メートルとか、そういうスケール、それを作り出すのって相当大変だと思うんですけど、人間の手彫りで手で切って
四角くできる限界ってこのレベルだと思います。工具が手工具、電動工具のない時代で岩を切るという行為は相当、まあ、このレベルですよ。まっすぐ切れるわけがないというところですね。このレベルですよ。人間の手力でやれることというのは現代でもそうかもしれませんけどね。ギリシャ彫刻の大理石一枚岩を、髪の毛一本、あるいは装飾品のその鎖一つ一つに正確にデザインをしながら切っていくということはちょっと人間の手では考えられないですね。大理石パキッて割れたらもう終わりですからね。そこの石のその割れやすいところに多分手なんか工具でパチッてやるんだと思うんですけど、その力の加減で深く割れてしまったら、そのギリシャ彫刻の大理石のその一枚岩でできる芸術品は精巧さを失ってしまうというところですね。こちらにも何かあった、石垣保護のためこちらの抜け道は使ってはいけないということです。あ、この奥にも遺構があるようですよ。で、それは見てはいけませんというところですね。通行禁止、建物跡。散策していきます。
王子城跡結構登ってきましたけどね、標高でいうと500メートルぐらい。この建物は何だろう、八王子神社。あ、大きな杉の木がありますけどね。あ、神社ってこれ崩れちゃったってことかな。今工事のこの櫓が組んでますけどね、ちょっと近づいてみます。結構急で普通に登山ですね、この感じは。これは何かの被害で崩れたものを再建しているというような感じですよね。大きな杉の木、見えてますけど、すごいな。落雷でしょうか、ね、本丸。時間大丈夫かな。ちょっと急ぎ足で本丸へ向かっていきます。八王子の本丸跡、城の中心です。八王子の地名の起源とされている場所だそうです。あの、まあ、山の山頂って感じなので大きな建物は作れないですね。さあ下っていきます。あのちょっと駐車場が17時までなので、ちょっと急ぎ足。